城山八幡宮は名古屋市千草区城山町にある神社。当地は戦国時代の小田市の末森城の跡地であり、空堀が残っている。八幡宮の詳しい創建年代は不詳であるが、現在地である城山の北東にあった楠木という場所に創建されたと言われ、永六年間には天の茂次が社殿を修造している。また、現在、当社が建っている城山には、 天文17年、織田信秀によって、末森城が築城された。その後、城主となったこの織田信行によって、天文22年2条内に、白山社が建立されている。1908年、城山にあった白山社は、八幡宮に合資され、同時に、末森村にあった浅間社、山の上社、一の御前社も八幡宮に合資された。1912年、 白山社旧地である城山一帯が宇治古数経社の城在寄進によって、八幡宮の所有地となり、1936年に城山に遷座した。1956年、社名を現在の城山八万宮に改称している。連里牧城山八万宮境内には、連里、牧と呼ばれる御神牧がある。 これは幹回り3メートル53センチメートル、根回り4立方メートル0センチメートル、10光15メートルの名古屋市内最大の安倍巻で、一度分かれた幹が再び連なって、さらに伸びていくという、珍しい成長をした樹木である。このような連力は、古来より吉祥とされ、夫婦円満、縁結びのご神木として信仰されている。ありがとうございます。